で売店はもう閉まってるね。やはりここに来たら丹沢サイダーです。よし、ちょっとぐっと行きましょう。まあ、とりあえずここで糖分を入れていきます。乾杯。いや、冷えてる、生き返る。これね、砂糖が入ってないんですよ。加糖ぶどう糖だけでね、ちょっとあっさりしてるんですけどね。まあ本当にこうやって疲れた体にはね、このさっぱりしたシンプルな味が、これがいいんですよね。うまい。三ツ矢サイダーはないか。うん、まあ、そっちもいいんですけどね、やっぱり、ね、丹沢なら丹沢サイダーですよ。バス停にはね、誰も待ってる人はおりません。こっちのトイレ今使えないのか、工事中かで、こう仮設トイレがバーッと並んでるって。まさか今からね大山なんてちょっと無理ですよ。で、時刻表がこの矢光峠、この通り休日最終が16時46分で終わってるわけなんですよね。平日だともう一本早いんでね、本当平日の方が少ないんですよね、ここね。まあ、それはともかく時間17時51分。いやー遅いな。あんまりうだうだしてらんないね。すぐにもう日が落ちちゃいますからね。じゃあここからもう柏木林道で降りましょう。すぐ行かなきゃ。こっちの車道はね、本当にうね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 していて、まあ自転車でシャーって下れりゃいいんですけど、そうでない歩きだとね本当に長いんですよね。なのでね、ここから柏木林道に入っていきます。お、立派な石ね、もう記念碑ありましてね。ではここから入ります。さて、一応ね1時間ぐらいで行けるって話ですけれど、でもね最低限途中、そう途中からね車道っていうか、そのコンクリートで舗装された文明の道になるんでね、だからそこまでとにかくね明るいうちに行けりゃいいんですよ。まあまあでももうしょうがない、もうそういうふうに今日はね予定で言いますからね。まあ本当一度歩いておいてよかったですよ。これがね、まあ、上りだけで下りがどんな状況か分からず、さあ行ってみようって言って、もう日が暮れてね、多分林道を歩いてる途中でかなり暗くなるでしょう。そしたらねもう不安不安でしょうがないですよ。途中妙な作業道が交差してますからね、ここね。でもまあ一回やってるんでそこは心強いです。これね、この尾根のこの横っ腹をね行くところはまあ歩きやすいんですけどね、そっからまたジグザグと行くのがちょっと道が結構石がゴロゴロだったり、まあでもしょうがない、それはもう覚悟の上です。おお、いい感じにこれ花が咲いておりますよ。うん、素晴らしい。普通林道っていうとね、最低限軽トラでも通れそうな道を想像するんですけど、ここは全然車なんか通れないんですよね、これじゃあね。昔の林道みたいでね、だから林道って言っても森林作業道だから林道って、そんな感じみたいなんですよね。時報かな、だったらもう18時か。まあそれはともかく本当にねここよく整備されてますよ。大抵の人はねブーっとねバスで矢光峠行っちゃうんですけどね、いやここねこうやってきちっと整備されて生きてる林道ですからね、ここを通って矢光峠登る降りる、いやなかなかおつなもんだと思いますがね。やっと曲がり角に来ましたよ。割とねずかずかと歩けるのはここまででしてね、まあそれでもね入った時に比べたらだいぶゴロゴロ石が増えてきました。もうこっからちょっとね本当にねより一層石がゴロゴロって感じですけどね。たださっきまで歩いていた丹沢の道に比べればさあどうかってわけでね、それに比べたらまあこんなもんだろうってんな感じですね。しかしもう18時回ってんですけどね、まだなんとか山の中で活動できる。いや本当にね日照時間伸びましたね。いやこれがね大山の板積尾根の跡だと、いやちょっとこれはいや荒いなと思うんですけどね、
ほんと丹沢の表尾根の後だと、まあまあこれぐらいならねって感じですよ。でこれをまたこうぐっと行くとね、いや目ではねもっと暗いく見えてるんですけど、カメラの性能で明るく映っております。だいぶ明るさがやばくなってきましたよ。本当にねこれあってよかったですよね。しかし本当これね、林道じゃないですよね。普通に山道ですよね。やっとここまでやってきましたよ。でこれね文明の道っぽいんですけど、やっぱりこう林道みたいなんですよね。なんか向こうの方になんかつながってるようなんですよ。でもそれこんな時間に行く気はしませんのでね。でこれはもうこっち側行きます。いやもうほとんどカメラ映らないですね。確かに本当にもうだいぶ暗くなってます。もう懐中電灯が頼りです。いやーここまで来ましたよね。このね堰堤から流れる滝、ここまで来りゃねもうこっちのもんですよ。ちょっと暗いんでねちょっとよく見えないかもしれませんが、これね橋、これをね渡り切ると向こうはねもうコンクリートで舗装された道が待ってるんですよ。いやーもうちょいで文明の世界ですよ。神秘的ですよ。この明るさだとね。でそこね、水湧いてるんですけど、ちょっともう今日は水を取ってる時間はないですね。よし、これでねここからもうコンクリートの、いや文明の道に出ましたね。これでも一安心ですよ。時間見ますか、18時50分か。まあ意外と早いな。よし、それじゃあもうあとはねこれひたすら文明の道。でも明かりないんでね、懐中電灯照らすか。ほんと真っ暗だなね。よし、やっとね文明の明かりですよ。いや、やっと人の世界に戻ってきたって感じですね。ここに確かねなんかぼちぼちと家があるわけでね。お、水が出てる。そうそう、ここね無伴奏ってとこなんですよね。番犬が吠えてるのかな。ちょっとこれ飲んでっかな。よいしょ、でちょっといただきましょう。じゃあいただきます。やっぱりうまいね。雑味がなくてさらっとしてます。無伴奏という家の前からね街灯がつき始めて、まあ間隔はね広いんですけど、なんとかね道を照らしてくれんで、もう安心ですよ。いや本当にねこの夜のねこの何森の道を歩くってこれもなかなか味なもんですね。ヤビス峠から来る車道と合流、いやー身の毛ですよね。この売店、そしてちょっと行ったらもう停留所です。いやーなんだかんだでね大倉のバス停、あのビジターセンターから歩き通しましたよ。でもバス大丈夫かね、時間ね。ほんとあ大丈夫ですね。ラストが20時台ですよ。で問題は今の時間ですよね。19時26分いや大丈夫ですよ。時間もあるし、なんか飲んでっかね。コーラはあるけれどね、私としてはペプシ派でもちょっとなんか500は多いな。他になんかあると、この強刺激ちょっとこれちょっと強すぎるんだよな。さあどれにすっかね。ほんとね、冷やしパインソーダ、まあ、よく見たら無果汁なんすよね。だったらもっとね怪しい、このねスタミナドリンクっていうかエナジードリンクいってみましょう。ちょっと高いですけど、まあ試そう。大道乗ってくじ付きなんだよな。当たんねえや、まあそんなもんさ。さて
ではね、この大道のエナジードリンク行ってみましょう。いただきます。いいね、うん、なんかオロナミン C を若干濃くしたような感じで、この味は好きだね。うん、確かにね、値段はちょっとね150と高いですけどね、でも量がこれぐらいあるならまあいいかなってね。いかがでしたでしょうか。今日は表丹沢縦走路を小丸尾根、あそこから登って遠野岳で矢櫃峠でこのね美濃毛まで歩いてきました。全部12時間ですよ。7時半にね、大倉の秦野ビジターセンターを出てこの美濃毛に着いたのが19時半だから、12時間山の中にいたわけですよ。まあ、12時間もね山の中にいるとね、本当体中の空気が入れ替わって、ね、毒素が抜けて本当にねスカッとして健康になりますよ。まあ、それはねスカッとするのはいいんですけどね、小丸をね登るのあれ大変ですね。いや穴場だけあってね、私以外登ってる人は今日はいなかったですからね。まあ、下りの人はねパラパラっと5、6人でもそれぐらいでしたからね。あれがね大倉をね今日はどうだったかってものすごい人だかりでしたからね。まあ、それだけね本当にこのハイシーズンのんびりと登れてよかったですよ。ただあの小丸尾根ね、後の方がすっごい大変ですからね、どんどん勾配きつくなって、まだかよまだつかねえのかよ、もううんざりってやっとついたってわけでね、もう最後の方ね心折られますよね。まあ、それだけね表丹沢縦走路ついた時の達成感はたまんないもんがありますよ。しかしあの表丹沢縦走路ね、2、3年前に一度ね矢櫃峠の方から遠野岳行って、んで大倉をね降りて分かってるはずなんですけどね。いやでもやっぱりちょっと雰囲気違って、ちょっと記憶と違うな。まあ記憶の方はちょっと薄れてるのはしょうがないけど、やっぱりだいぶ雰囲気違いますよね。街特にね山はね行きと帰り上りと下りで全然、ね、雰囲気違うんだよね。まあ、それゆえねそれが道迷いの原因にもなったりするんでね。まあ二度おいしいっていや美味しいんですけど、ね、でもちょっと今日のはきつかったなってところですね。また行きたいかと言われたら、でもねそうやって今うーんと思ってもまたしばらくするといやまた行ってみてえなとは、そうまたねそうやって行きたい意欲が湧いてくるんですよ。でそろそろバスが来るかなってところですね。もうじゃああとはバス乗って帰りましょう。でこれからもねまた街とか山とかのね動画もまだいろいろ出していきますんで、そこのところは期待せず期待してお待ちください。ノンダクレイでした。